顔光がちょっと眩しすぎて寝起きなんで、あ、目が痛い。こんばんは。あ、もうエイトの到落。なんだっけな。ね、あ、エイトの日のチケットが楽天でも販売されるんだって、すごいね。ね。ね。そうか、どっちもダメだったか。それはもう悲しくて悲しくてですね。ピッピですね、短冊に願い事をしましたかって。してないしてない、してないね。トタナバタか。トタナバタか。そうやな。トタナバタ。トタナバタ子さんか。そうだな。じゃあ、すごくお菓子を食べます。すごい量のご最近すごい量のご飯とすごい量のお菓子を食べますが、わあ、太らなくなりたいですって書きたいな。いや、お願い事はそれかな。それかな。体質的に太りにくくなりたいですね。あ、そうそう、どれだけ食べても太らない体質になりたいですって。ねえ、しようかなって思います。織姫様と飛行士様にね、そうしたいと思います。やっぱそれが一番いい気がする。
が止まらない今日この頃。やばい、寝起きすぎてあくびが本当に止まらないんだわ。どうしたもんかね。でも今日曇ってるから無理やね。見えるんかな、なだれ星ね。ねえ、どうなんだろうな。どうなんだろうね。でもなんか今日曇ってる、なんていうの、曇ってる気がすごいするわ。なんかいや、だからユナが外に出てる時はもう晴天はパレパレだったんかもしれんけど、なんかユナが出てる時は晴れてるんが、なんかな、むずいよね。あれも起きぬ、あの寝てなんかやばい、ちょっとなんかもう眠すぎて頭がなんかなんか何言ってんねんやろ自分何あ、何話してたっけな、言ってもう忘れてしまったとか、何言ってんねんやろ自分、何あれ何やったっけな、ほんででもダメだ、ああダメだ、脳細胞が死んでいるよ。悲しくなっちゃうな。起きたばっかりはほんまにあかんわ自分。いつもの何十倍も脳みそが死んでる。何時に起きたの、さっきやって、さっきやって起きて、あやばいショールーム戦闘ってなって、危ねえと思ってやったんやね。なんか寝起きやねん、めっちゃちょびっと寝ててん、ちょびっと。今日さ公園のさ自主練、まあ、昨日も行っててんけどさ、今日も行ってきてさ、やっとったんやんか。ね、帰ってきてね、ご飯を食べてボケーってボーっとしとったら眠ってなって、寝て今の時間です。まあ嬉しい、仰天ちゃんめっちゃ可愛い、でもグラビアはセクシーだって、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。やったー、ピースしとくわ、ピース見て、何やっけこういうの、手相、久しぶりに昼寝したな。昨日はしてへんかったんやって昼寝。そう、昨日もしてへんかったしな、その前もしてへんかった気するな。なんか久しぶりに昼寝をした気分なんだけど。そう、個人的にまあ昼っていうか完全に夕方やったけどね。ね、寝たのは夕方やったけど、昼ではなかったね。夕寝でございます。そう、でも夜ね寝れなくなっちゃうからね、最近やらないようにしていたのにさ、寝ちゃったんだよね私は、本当にやっちまったぜ。
へえ、昼寝は長寿に役立つんだって。あ、そうなんだそうなんだ。やった。まあ言うて明日も仕事ないからね、別に早起きはしなくていいので、全然別に寝れなくてもいいんですけど。そう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 、なんかね、仕事やったらね、あの夕寝とか昼寝とかしてやばいってなったらやばいけど、まあ明日も仕事ないからね、全然大丈夫です。特にね、その辺の問題はござらん。そうだよ、明日も静かの練習だよ。だってなんならもう明日しか練習できんからね、明後日本番ですから。もう明日しか自主練ができないんですよね、ほんとにヤバタンです。ヤバタン、そうだよ、もうあさって早いね、時立つの林くんだわ、本当にびっくりしちゃう。そうだ、昨日の見ました、皆さん、いちじく、いちじくじゃないわ1時35分だっけな、テレ東の乃木坂に越されました。見ましたか？私録画してるんですけど、まだ見てないんですよね、ちょっと。だから ね、コメントでね、見たっていうコメントあったんですけどね、いや見てないんだよ、録画してるんだけどさ、まだ見てないから、ちょっとそれに対してね、あのね、触れられないの。なんでかって言ったらね、どういう風に放送されてるのかちょっと知らんから、ちょっとまだ見てないんですよ。この後は時間ないけどなんかね、見れるタイミングで見るわ。ちょっとまだ見てないのよ、勝利って感じ。そう、なんでね、ちょっとね、何も最初シャープ1だったんですよね、昨日がね。そっかそっか、シャープ1は何の話なんだろう、企画が発表されるやつとかだったかな、何だっけ。あ、シャープ1じゃないのか、シャープ0か。あー、あ、そうかそうかそうか、その始まるよみたいな感じのあれか、助走みたいな感じか、今回のが。あー、そっかそっか、了解了解。うん、 AKB の歴史の振り返りだった。あー、そうなんだ。じゃあ昔の映像とか、昔の歴代の先輩方の映像とかって感じか。うん、昔しよっか、後で見るわ。うん、まあでもシャープ0だったら仕方ないよね、だってまだ企画が
の始まりますっていうやつじゃなかったらね、それは仕方ないね。うん、これからやで、みんなこれからどういう風になるの、これからどういう風な企画でどうなっていくのかは楽しみですね。私たちも楽しみです。うん、ねえ楽しみですね。トレンドリしててんや、そうなんや、そうですよ、みんなで盛り上げていかないとね。え、うん、なそれなんて読むの、根の葉、根も葉もない、なんて読むのそれ、英語読めないんだけど、曲名ネモハ、なんかあれだよね、タイトルネモハもない、うんちゃらかんちゃらだね、英語読めないんだけど私、あれルームは、うん、どういう意味だろうね、噂ってことか、はぁ、ネモハもない噂ってこと、へぇ、そういうこと、面白いね、ネモハもない噂、確かにネモハもないことってさ、なんか勝手に流れてくよね、なんか本当にマジでね、噂がマジで怖いよ一番この世でね。だってさ正解じゃないのにさね、憶測立ててね、これが正解だろうみたいな感じでね、正解じゃないことをね広められる世の中ですから、根拠は何もないのに、そういうことでしょうかね。ね、本当に良くも悪くも今のネット社会は広がっていきますからね。本当怖いですわ。火のないところに煙は立たないって言うけど、まあまあまあ確かに、でも頭いい人だったら火のないところにも煙ぐらい立てられそうじゃないね、頭いい人とか、アニメ見すぎ、ね、なんか頭いい人とかだったらさ、もう超具体的なさ、超細かいもんとか立ててさ、噂立ててさ、絶対本当でしょみたいな感じのさことぐらいなんかできそう、頭いい人って
頭いいからやろうと思えば。楽しみだね。どういう曲調なのかな、上がるんかな、ポッポッポーみたいな、それともシーンっていう感じなんかな、どういう系なんでしょうね。楽しみですね、皆さん。ね。まあ私たちも知らないんですけどね。どんなのか。カップリングね、カップリングどうなるんだろうね、わかんない全然。うん、楽しみですね。そうです、久しぶりのシングルですよ。なんかと単独ですよ、AKB の。うー、今回は選抜8たくさん選ばれましたね。何人おったんだろう、結局ちょっと忘れちゃったけど、結構ね入ってたんですよね、8。何人か忘れちゃった、7人かね、多いですね。自分も発表の場にいましたよ、そら。そらもちろんいましたよ。でもその発表があったん結構前ですからね。人数多いですからね。てか発表の場にはみんないましたよ。選抜シングル単独選抜の発表された時はメンバーはみんないました。なんか地方とかに来れない子はリモートでつないでって感じで、まあ、あと案件とかでその多分どうしてもそこに行けなかったとかっていう子はいなかったかもしれないですけど、
基本全員いました、あの場には。なんでみんな知ってると思います。テレビでは一瞬だったんだ。あ、そうなんだ、一瞬だったのか。いたんだよ、あの場に。そう、あの場にいたんだよ。全然映んなかったけど、ちゃんとおメイクまでバッチリしていたんだよ。さらっと発表すればいい。そうなんだ。え、そんなに短かったんだ。そっかそっか、そうなんだ。短かったのか。でもね、ちゃんとね、選抜に入った子みんなちゃんとこ、あの一人ずつコメント、してたんだよ。じゃあ使われてないのかな。かわいそう。みんなね、ちゃんと選ばれた子、あ、みんなじゃないかな、何人かかな確か。あ、選ばれた子、あれ、みんな知ってたんじゃなかったかな。みんなかな、何人かだったかな、わかんない。何人映像のコメント使われてたかちょっと知らないんだけど、ちょっと見てないからけどね、何人かコメントしてたんだけど、全員してたっけ、全員はしてなかったかな。でも何人かはしてましたよ。なんか特に初選抜の子、初選抜の子があれコメントしてた。ちょっとどうだったっけな、ちょっと忘れちゃった。夜だったんですよ、あれやったの。夜だったし、そうね、ちょっと前のことだったからな、覚えてないな、忘れちゃった、どうだったっけな。でもね、3人しかしてなかったの。3人じゃなかったよ、もっとしてたよコメント。なんかスタッフさんが、じゃあ誰々ちゃん、誰々ちゃん、確か初選抜の子はコメントしてた気がする。初選抜の子、じゃあ何々ちゃん、何々ちゃんみたいな感じで。そうだけど、そっか、ちょっと見てからまた。私まだ見てないのよ。そうなのよ、そうなんだよ。もう気づいたらなんかぼーっと。今日さ、朝起きんじゃん、起きてさ、レッスン自主練習に行って、帰ってきてご飯食べて、ちょっとぼーっとしたら寝ちゃっててさ、それで今ショールームしてるからさ、まだ見れてないんだ。見とけ、 見ようと思ったんだけど、絶対ショールームでさ、なんかさ、絶対番組のこと聞かれんじゃんと思ったんだけど、見てないんだよまだ。見るの忘れてた。そうなんですよね、まだ見てないっすよね。そうなんですよ、それね、
ちゃんとね録画だけはしてたんですけど、まだ見れてないからね。まあ大丈夫ですよ、別にネタバレとか特に大丈夫です。だってそのなんかまあその何ていうの、そのじゃないとかはあれだけど、でもほら選抜発表の場面とか実際自分もいたし、全然なんならシャープ1の収録もこの前、収録もこの前全員でしてきたし、そう、そう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 、なんかね逆にねこっちの方がねあれだから全然いいんだけど、そうなんかどういう風に応援されてるのかっていうのは知らないんだけど、まあそれはね後で見ればねって感じ。あーねこれねこの間もねコメントあったのうち返したんだけど、9日雨だったら直角サンシャインするのかなってことで、これねこの前昨日だっけなも返したんですけど、あのね8人バージョンの場合は雨が降ったとしても直角サンシャインはありません。はい、なんか湯浅さんの個人のツイッターとか、あと多分公式さんかななんかのやつも湯浅さんのそのリツイートしてたと思うんですけど、雨が降ったとしても8人バージョンの時雨 と、その直角サンシャインはあないっていう、多分8人だし演出的に多分無理だと思うんですよ。だから多分それでないです。だから直角サンシャインは雨が降ったとしてもありません。はい、そんな感じです。今ねプラス投票のやつの1曲やってますからね。今はグリフラか、グリフラですね。グリフラアーシュです、グリフラです、グリフラ。グリフラとか何年ぶりにやるのっていうぐらい超久しぶりだわ、9日やるの。うん、超久しぶりにやるグリーンフラッシュ。ねえ、お久しぶりぶりですよね、グリフラ。そんなものかしらね、特にはもうないかね。え、ズッキー泣いたの？テレ東の乃木坂に越されましたのやつで、 TVer さんのやつのさ、このなんていうの URL みたいなさピュッってやつ、これなんていうの、こういう、え、涙出てる、かわいい。面談の時かなこれ多分ね。ねえ泣いててんや、うん、そうなんや。泣いて、なんか泣いた子もおるって言っとったけどね。そうそうそう、面談の人が。そうなんだ。
ねえ、ズッキーもっと自信持っていいのね。そうだよ本当に。ズッキーはね真面目なんだよ。とってもいい子だから、性格がねすごい、あのこうちょっとなんて言うんだろうな、なんか仲いい子では割とウェーって感じだけど、割とさおとなしいさ、こうなんか私が前に行きます、行きたいとかっていうよりか、ちょっと一歩引いてってしてるタイプのね、あのね真面目で優しい子だからね。そうだよね、ね、悩んでしまうんでしょうねきっとね。多分優しいんですよ心が。いやいや、そんなことないですよ。ゆいなさんはチキンなだけなんで。まあでも性格は割と似てるかもしれない。ゆいなも、自分がみたいな、前に行くのあんまり得意じゃないから、昔からそうなんですけど、なんか私を見て私がって、ちょっと行くのあんまり得意じゃない。ね、人見知りだしね割と。まあ今はねだいぶそんなに人見知り、しないように話しかけるようにってこうなったけど、本当に初期の頃はもう本当に人見知りしすぎて、もう本当に加入したての頃とかマジ地蔵だったからね。そうなんか MT 公演出させてもらってた時とか、なんかメンバー取る時は私喋るんだけど、 MT の時に初めて先輩と仕事をしたの。それまで選抜の子以外マジで先輩と関わることが本当になかったから、初めて先輩と関わったの MT だったの。先輩と話したこともなかったし、で初めてだってね。さもちろんあの頃もさ本当にさ、なんか自分で全部自分で起こしてみたいな、本当に日々寝不足が続いててさ、もうそれでさ、その迎えた時も超不安でみたいなって感じだったね。スタッフさんにさ本当にさ、なんか仰天今日は静かだねみたいな劇場のスタッフさんに言われたことあるもん。仰天静かだねみたいな、あれいつもの仰天はどこ行ったんだって言われるぐらいね、めっちゃ静かだったね。 MT の時の私はね本当に人見知りが最大に出てたからね。あの時人との喋り方がまずわからんかったもんな。もうコミュ障やからいいな。でもコミュ障やからさ、人との喋り方がわからんくすぎて、そう萎縮してたからね。そうなんですよ、わかるよ気持ちは。とってもそう難しいわ。暑すぎるこの部屋。ね。そう。ね、寝そうなんだよね。暑いね。あ、いい風。涼しい。やっとエアコンつけた。いい風だ。ふふ。いい風が来ている。暑いよね。最高。エアコンなんかクーラーなんかどっちなんやろ。エアコンでええんかな、クーラーっていうんかな。
っちゃわからないな。目がシャバシャバする。クーラーの違いって何なんだろうね。とかね。あ、暖房と両方あるのがエアコン。そうかそうか。じゃあエアコンだ。雫のユニット楽しみだって。彼女はさすがにないか。だっていや言わんでいいやん。それはもう傷つくで本当に。なんやろね、楽しみにしといて。9日楽しみにしといて。そうそう、よし、さっさと終了にするかな。まあ、何かな、何かな、何やろって言われても言わへんけどな。言わへんけどな。え、言ってほしいな、ゆな。ほんまにさ、めっちゃ思うんやけどさ、むっちゃファンの人さ、なんなん、ユニットなんなんとか、ポジションどこなん、誰と一緒なんとかさ、なんとかなんやろとかって言うけどさ、聞いてくるやん。でもさ、教えられるわけないやん。え、教えてほしいの逆に。え、逆に教えてほしいのな、どうなん。教えてほしいの。言えても別にいいけどな。ほんでさ、ゆりながさ、めっちゃさ、どうやらな、どうやらなってごまかしとったりとかしてさ、ほんでさ、ポロッとさ、全然ちゃうことでもいいで言うてしまったらさ、あ、言うたあーって言うやんか。なんなん。聞くからこっちは一生懸命ごまかしてるのにさ、それでさ、なんかさ、全然ちゃうこととかさ、全然そういうこと、あのユニットとかじゃないでとかさ、なんかちゃうことでもいいでポロって言ったらさ、ああ言うたとか言って言うやんか。もうなんなん、本当にいじめてんの。本当に。本当に言っちゃうから、マジで。本当にごまかすのうまくないからさ、本当に気つけて、マジ。気ぃつけて、マジで。本当に。そうそうそう、一生懸命言わへんようにしてるかもしれんけど、たまにのポロって言っちゃうときはあるやん、人間やから。そう、じゃあ生の指導する。あ、そうそう、8月1日にね、ミクチャさんのイベント、東、あ、違う違う、そう逆や、西日本選抜、西エリアのメンバーで6人やったっけ、8人やったっけな、6人だ。え、違う、8人じゃん。最近8人多いね、イベント。8人、最近8人多いね。なんか一時6人ばっかりやったのに、最近8人がすごいなぜか多い。最近逆に6人イベントあんましてへんなってすっごい個人的に思うんですけど、なんかね、同じ日にね、なんちゃら、なんだっけな、どっかでもね、同じイベントがあるのよ。8出るんだよね、それも。でもうちはこっちのミクチャアイドルフェス西日本選抜として出演しますって書いてあるんだけど、
そう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 、だからなんかもしかしたら箱推し8を箱推ししてくれてる人はどっちに行くかすんごい悩みどころだと思うんだけど、まあぜひこっちによろしくお願いします。来てください。ね、会場はね立川ステージガーデンらしいです。うん、ぜひこっちに遊びに来てください。そう、こちらでございます。ちなみにメンバーはセイリ、大西、ひなこ、ゆりな、かれんちゃん、なーる、きょうかちゃん、れいちゃんです。ぜひ、すごいお姉さんメンバーから赤ちゃんまでいます。ぜひ遊びに来てね、こっちに遊びに来てね。なかなか私もイベント一緒に出たことないわ。私京香ちゃんとイベントとか初めて出るかもしれん、この少人数のイベント。なんか今までもさ6人イベントとか、まあ、たまに8人イベントとかあったけど、私結構出せてもらってた時一時期あったけど、私京香ちゃんとか初めてかもしれん。れいちゃんも初めてかな、少人数のイベントだったら。でなんか16人とかだったらあるかもしれん、あるけど、でもこのこんなに少人数のイベントは初めてかもしれへんわ。すごい、なんか珍しい組み合わせっていうか珍しいメンバーですね。みんなの大好きな京香ちゃんもれいちゃんもおるから、ぜひ遊びに来て、待ってるよん。8月1日、8の日が8月8、7やから1週間前やねんけど、ぜひよかったら遊びに来てくださいな。皆さんよろしくございました。はい、そんな感じでございます。あとなんかあるかな、やばい時間が。あとはマイトの人、それとすごい、あとはプラチナフラッシュさん、ぜひゲットしてください。あとはあとはまあ雫公園、まあでもそれはまあ、来れへん人はお電話で見てください。目めっちゃ痒いんだけど、でも目めっちゃ痒いたらさ、多分体に顔とかに日焼け止め塗ってるから目に入って超痛いんだけど。ああ痛たた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 かなあ。そうですね、じゃあそんな感じですかね。はい、というわけでこんな感じかな。ランキング読みたいと思います。わ、今日も1時間ぐらい編集した。1時間はしてないか、最近長くやってるね私配信。家、まあ、できる時しかできんからね。ちょっとすいませんね本当に。13位は台湾の中心さん、12位セリちゃんの中心さん、あ中心さんが2人おるねんけど11位オカヤンさん、10位ジェリーさん、9位ヤングさん、8位ナッティさん、7位チカイシーさん、6位ヒル32さん、5位シンダさん、4位ヨッピーさん、3位キリアさん、2位 TKHKG さん、そして今日の第1位はタカさんです。祝よ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それではまた
明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。